여러분안녕하십니까우선전부대학교일본외시어리학부이시모토준고라고합니다잘부탁합니다今日は고구마양갱芋ようかんをしていきます。日本では昔から芋、タコ、南京といって女性の好きな食べ物の一つに挙げられています。さつまいもは食物繊維が豊富でとても体にいい食物で、必ずお芋は1日に少しずつでも食べた方がいいと言われています。韓国の方も小熊、昔から小熊よく召し上がっていたと思います。ぜひ今日は簡単な羊羹の作り方をしっかり覚えて美味しい羊羹を作っていってください。いろんなアレンジ方法も作り方の途中でお教えするようにいたします。では芋羊羹の作り方を説明いたします。まずは材料から。重要なお芋、それからお砂糖が2種類用意します。お砂糖を 100g と 50g、 それからハンチョンカル、そしてお水、それからお塩少々。レシピは後で、配合表は後でレシピを流しますので、そちらを参考になさってください。お芋は焼き芋でも構いませんし、蒸したお芋でも構いません。パンこぐまでも、ほばこぐまでも、皆さんがお好きなお芋を使ってください。今日は簡単に電子レンジでチンしました。それをそのまま使ってもいいし、一旦こういうもので裏ごしてもらっても構いません。お芋の食感を残したいときには、を粗く潰してください。滑らかにしたいときには、こういうものでこして、こういう状態にしてもらったらいいかと思います。まず寒天にはいろいろな種類がありますが、一番簡単なのが粉寒天です。水の中に振り入れてしばらく待ちましょう。そのまま使ってしまうとなかなか溶けません。しばらく待って、これがしっかり溶けてきたら加熱処理をしていきます。あと糸寒天、白半チョンがありますが、これは十分に水を吸わせて、しっかりと折れる状態まで水を吸ってから使ってください。これで 1,2 分置いておきます。ここに茶、口なしの実があります。もしこういうものが手に入れば、さつまいもを湯がくときにこれを入れてあげると色がとても綺麗になりますので、一度使ってみてください。で、今日は包むのにこういう葉っぱも用意しております。ではまず裏ごしたさつまいもにお砂糖 50g を入れて混ぜていきます。こうするとお砂糖がさつまいもの水分を吸ってくれて、柔らかくなって後で扱いやすくなります。今日は電子レンジで加熱処理しただけですので、お芋の色が少し濃くなっていますが、さっきお話をした口なしの実を入れて湯がいていただくと、これが黄色で綺麗な色になりますので、一度試してみてください。その場合は必ずガーゼか何かに包んで、後で取り出しやすくして、これを使うことをお勧めします。では 1,2 分経つと寒天が溶けてきます。寒天は皆さんご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、ウムカサリという海藻から作っていきます。この寒天の使い方の特徴は、最初にしっかりと水を吸わせること、そしてしっかりと加熱処理をして十分に溶かしてからお砂糖を入れること、これが大切なポイントになります。もしこれを十分に煮ないと、後で固まりが悪くなるので気をつけてください。しっかりと加熱すれば、どなたも失敗なく美味しい羊羹を作ることができます。今日はさつまいもを使っていますけども、これをかぼちゃに変えたり、栗に変えたり、
いろんな材料に変えることもできます。沸騰してきたら一度混ぜてあげて、再沸騰するまで加熱していきましょう。その後お砂糖を入れていきます。このよく水を吸わせるということと、よく煮溶かすということが大切なポイント。これさえ守れば大丈夫です。失敗しませんので。はい、じゃあこれで寒天液ができました。この中に先ほどお砂糖と合わせた昆布も入れていきますね。お砂糖の甘さはその時の昆布の甘さで調節していただいていいですよ。もし甘いのが嫌という方はお砂糖を少し控えめにしてください。はい、これでこのままでもいいんですけども、さらに甘さを引き立てるためにお塩をほんの少し、入れすぎたらしょっぱくなりますよ。ほんの少しお塩を入れましょう。これで滑らかになったらもう出来上がりです。簡単でしょ。今日はこれだけで小熊やんげんですが、この中に栗のシロップ漬けなんかを入れていてもいいですし、コンポとラム酒に漬けたレーズンを入れていただいてもいいかと思います。はい、じゃあもうこれで出来上がりです。今日は羊羹の型がありますので、羊羹の型に流しますが、お家にこういうものがなければお弁当箱とかいろんなケースに入れていただいたらそれで OK です。じゃあこれで平らに流して、少し温度が冷めてから冷蔵庫に入れてください。熱いうちに冷蔵庫に入れると中にある水分が分離することがありますので、ちゃんと冷やしてから冷蔵庫に入れることをおすすめします。出来上がりです。Thank you.